実はね、とある方から取材を受けたんですけど、ブラクミン宣言についての話、そういえばこの話ね、YouTube ではしてなかったなぁと思うので、まあこれからお話しするんですけどね、ブラクミン宣言って平たく言えばね、学校で自分はブラクミンですっていう風に宣言する、そういう学校教育のことですね。で、鳥取県ではね、立場宣言、正確には社会的立場の自覚を深める学習というふうに言われてたんですね。で、それね、どんなものだったのか、まあ自分の記憶を手がかりにね、思い出すとですね、まず学校に登校しますよね。で、今日は特別な授業があると、ブラック問題についての特別な授業があると、まあ学校の先生から言われるんですね。で、そこでね、もう子供の間でね、噂になるんですよ。どういう内容だっていうのが。まあそれは、つまりね、どこがブラックだっていうのを授業で言うと。で、そのブラックはどこかっていうと、鳥取県鳥取市下味野のことだっていうことが、まあね、もう、朝のうちからも噂で広まってるわけです。で、その授業なんですよ。多分ね、それお昼過ぎ、5時間目、6時間目の授業だったと思うんですけども、まあ今日特別授業が始まるわけですね。童話についての。で、それで、まずね、その、まあ、クラスの目の前にね、その、まあ下味野のね、童話地区の子供が、出てくるわけです。まあ、先生と一緒にね。で、なんか模造紙をバーッと広げてね。そこで、私たちの住んでるところは、部落です。童話地区です。っていうような話をするんですよ。泣きながらね。で、それで、なんかいろいろね、模造紙で説明されて、まあ、どういう差別があっただの。まあ、なんか結婚関係でね、下味野の部落だけは、その、なんか孤立してるとね、他の村と結婚がないと、まあ最近何件かあったけど、みたいな、まあそういう話をされるわけですね。で、そして授業の最後には、もうこの授業については下級生には言わないようにっていうね、謎の口止めをされるわけですね。というのが、まあ僕が子供の頃やってた、そのブラクミン宣言、まあ鳥取では立場宣言って言われる授業ですね。ただまあ、八騎士って意味わかんないですよね。うん、子供にそんな授業されてもさっぱり意味がわかんないし、まあ僕はね、今知ってることは後で知ったことなんです。で、このブラクミン宣言なんですけどね、僕裁判でね、このことについて解放同盟関係者に尋問する機会があったんで、僕2人にそのことについて聞いたんですよ。まず1人は倉吉の人、鳥取県中部の倉吉ですね。倉吉の、解放同盟の幹部について、この社会的立場を深める学習って何だって言ったら、もうね、僕はさっき話したようなことですよ。そういう授業を学校でやってたと、ということをまあ平然と話すわけです。あんたも知っとるだろうみたいな感じでね。で、あともう一人は、伊丹市、兵庫県の伊丹市の解放同盟、その人に僕聞いたんですよ。ブラクミン宣言っていう風にね、やってたっていう風に記録にあるけども、あなたも関わってたんですか、みたいなことを聞いたんですよね。まあそれも平然と答えられましたよ、うん、小学生にもやってたと。それは自主的な判断なんですかって僕は聞いたんだけど、まあ自主的な判断でやってたっていうけども、まあ常識的に考えれば小学生が自主的に判断してやるわけないでしょう。それはやらされたに決まってるじゃないですか。で、まあ平然と話してましたね。で、まあそういう感覚なんですよ。だからその授業についてこれはおかしいなと、こんな授業意味あるのかと、まあ児童虐待じゃないかみたいな風に普通は考えると思うんですよね。うん、まあ実際、その僕は子供の頃にやってたブラクミン宣言、まあ当にやってた人に聞いてみるとね、やっぱ強制的にやらされたっていうわけですよ。断る余地なんかなかったと。まあそりゃそうですよね。だからそれをおかしいと思うかどうかっていうのが、やっぱり、その解放同盟員としてね、活動家になるかどうかっていう境目じゃないですか。で、やっぱ学校の先生でもね、その当時やってた人に聞いてみるとですね、まあやっぱりおかしいと思ってたと。で、それで解放同盟に対してもね、いろいろ自分は苦言を呈したわけです。こんなの子供がね、理解できるわけないと、こんな授業してもっていうふうに言ったら、まあ解放同盟からこう泣かれたって言ってましたからね。本当ワンワン泣かれて、先生はなんか差別されるものの気持ちが分かっとらんとか言ってね、言われたそうなんですよ。だからそんなふうに洗脳されてたんですよね。で、鳥取県だとですね、当然中部の倉吉で、西部の米子でもやってましたね。鳥取県全域でやってました。そりゃそうですよ。だって鳥取県教育委員会がやらせたんですから。僕は聞いてるのは、昭和50年初め頃、
昭和50年代初め頃、このブラクミン宣言の事業をやるかどうかっていう話になって、やるかどうかっていうか、まあ解放同盟がやらせようとしたわけですね。それで鳥取市の教育委員会はもうこれとんでもないっていうことでやらせないふうに動いてたんだけども、鳥取県の教育委員会からやれって言われて、しょうがないからやったっていうことなんです。じゃあなんでブラクミン宣言やったかっていうと、それは解放同盟の政治的な運動に子供を巻き込むためです。狭山闘争ですね、狭山事件、石川さん無罪っていう、そういう、まあ、活動をしてたわけです、当時ね。でそのためにその抗議の意思を示すために、子供を休ませると、同盟休校すると、そういうことをやったわけですね。一種のボイコットですね。なんでそういう発想が出てくるかっていうと、戦前に水平社がやってたんですね。だからそれを戦後も、まあ、相当時代錯誤なんだけどもやろうって言って強行したわけです。でそうすると当然部落の子供だって学校に登校しないで林保館なんかで学習会をやるわけです。でそうすると、まあ、分かっちゃいますよね。どこが誰が部落の子供かっていうことが分かっちゃいますよね。だからそこでじゃあ分かってしまうんだったら宣言させようっていうことで、まあ、部落民宣言という、そういうですね、非常に恐ろしい教育がされてたわけです。それはもう2000年代初頭、まあ、ひょっとしたら2010年ぐらいまでね、僕は鳥取県内ではやってたって僕は聞きますよ。そのブラクミン宣言っていうのは、まあ、社会的立場の自覚っていうふうに言われてたんだけども、それはブラクミンだけじゃなくて在日コリアンの人もやらされてたっていうんですよね、ということがありました。でそれは、当然さっき言ったように伊丹でもやってたし、で大阪近辺だと、中学生や高校生がやってたんですね。だからまあやってたところもやってなかったところもあって、全国的なものではないし、あるいはまあ府県単位でも それぞれ市町村の教育委員会の方針によって違ったし、あるいはまあ学校によっても違ったわけです。それは鳥取でもそうです。まあ、校区によってはね、当然その童話地区がない学校ではそれはやりようがないですし、で、まあ、童話地区がある学校でもどうもね、校区によっては小学校ではやらずに中学校でやってたようですね。まあ、ただ僕の近くの三輪校区とか倉田校区っていうところ、まあ、ググったらわかるけど、そのあたりだと、小学校でやってましたね。ただその必ずやるっていうわけでもなかったって言いますね、当時でも。そのやっぱりさすがにね、保護者から抗議が来ることがあったって言うんです。で保護者から抗議が来た時はやらなかったと。それは一人であってもその保護者から抗議が来たらやらなかった。まあそれはね、実際やったらそれは恐ろしいことになりますからね。結構その田舎の保護者って怖いですからね、本当殴り込んできたりしますんで、だからやらなかったし、あとはクラスが荒れてる場合ね、そのクラスが荒れてるところにそんなことをやったらですね、当然そりゃね、とんでもないことになるだろうと。その予定クラスが荒れるというか、まあ絶対その事件を起こすわけですよ。僕は鳥取工業高校っていうあまり出来の良くない高校に通ってたんだけども、まあ実際そこはまあ周りがね、その部落だらけで、通ってるその生徒もですね、そういう部落の多い校区から通ってる人が多かったんで、当然部落の生徒もね、多くいたわけですよね。だからその、まあ、部落の生徒なんかはね、もういい加減その童話の授業やめろって言ってね、先生に泣きついてたし、でそれでね、あとはですね、やっぱり差別事件があったそうなんですよ。僕は卒業した1年後の話なんだけども、後でね、学校の先生なんかが聞いたんだけども、実際あったそうなんですよ。その部落の子供にね、なんか林立てたりみたいな、まあその悪意っていうより本当に悪ふざけなんだけども、そういうことがあって、それで先生がね、解放同盟に糾弾されたりっていうことがあったんで、まあその、まあ、学校が荒れてるっていう場合に、そういう部落民宣言すると当然そういうことになってしまうわけです。まあ僕の頃はね、糾弾されなかったけど、でもやっぱりその、ね、ふざけて得ただの、否認だの、そういうことを言って、まあ、そのクラスでね、林立てたりっていうことは、まあ、僕の時代もあったんですよ。それは当然ね、先生もそんな表沙汰にするとやばいから、そんな、あえてそういうことについてね、騒ぐことはなかったんだけども、やっぱり僕をね、卒業した後、とうとうね、解放同盟にチクるやつがいて、それで、糾弾されたっていうことがあったんですね。ということで、まあ、大変非常に、
問題の多い教育がされてたわけですということで、ブラクミン宣言ね、まあこれについては僕は知ってね、証拠も持ってるしね、まあ今出しましょう、画面に証拠。あの解放同盟ね、これをね本気でね、なんか素晴らしい取り組みだと思ってたみたいで、わざわざね文書化して残してるんですよね。本当にとんでもない話なんだけど、だから本当にね、あのこれね、まあ常識的に考えたらこんなことね、おかしいんだよ。あの、児童虐待なんだけども、これをいいことだとね、心底思ってやってたらしいんですよね、解放同盟は。で、先生ももう一部の学校の先生なんかは洗脳されてた。まあかといって、その、まあ一方でね、一部の先生というのは、また一部の先生っていうのはこれをにね、反発して解放同盟側に異を唱えるっていうこともあったわけなんです。ということでね、まあ絶対こんなもん、あの、マスコミとかメディアではあまり語られない、まあ童話にまつわる黒歴史でした。まあこういうことがされてたっていうことです。